はい、どうもピオキングです。今日はですね、世界のコース遊んでいきましょう。そしていつも通りね、動画の最初はこのサラダさんの一発マリオから始めていきたいと思います。今日見つけた一発マリオはクリア率が 0.85% で、まあすっごく簡単そうなんですよ。これなんか詳しくミルを見てみるとさ、ガボンが投げる鉄球があるじゃん、その間をくぐり抜けてドアに入ればいいっていうだけの話っぽいんですよね。それじゃあ早速やっていきますか。一発マリオ29。このコースはクリア率さっきも言いましたけど 0.85% です。さあこれ絶対簡単だよ、これ一発でいける自信あるんだけど。ちょっと待ってね、ここむずいわこれ。スタートしてすぐ行けば行けそうじゃない？よし、切った！よっしゃやった！よし、それじゃあ今日は久しぶりにトロールコースをやっていきたいと思います。このトロールコースはですね、クリア率が 2.45% で意外と簡単なんですよね。まあ僕トロールコースでよくいろんな罠に引っかかってますけど、このコースは簡単だからね、そんなに引っかからないんじゃないかって思うけど、やっぱ引っかかりまくると思うんですよ正直びっくりした、今びっくりした。これも急に来るんだもんね、このドッスン。さあこれは開幕早々やられたね。え、なんか今変な声しなかった、ね、アフンみたいなアフンみたいな変な声したよね。これは上で良さそうだけど、上でこっちでいいよね多分。これ下行ったらなんかあったよ絶対で、ね、絶対なんかあったと思う。多分これはこっちで合ってると思うんですよ。それじゃあ音符ブロックのとこ行ってみようか。あ、やっぱピンコピンコピンコ、こっちでオッケーだったけどすぐこっち右に行くみたいな。なるほどね、これでうん、オンオフが変わるってわけか。いやー楽しいね、久しぶりのトロールコースいいね。やっぱそれじゃあこの50コイン取ったらまずいだろうからこっちに行きますね。これ絶対罠だよね、どう考えたってこの50コイン左にもう行けないもんね。それじゃあこのままこっちに行ってと、え、これどうするんだろう、回転ジャンプで降りるみたいな感じかな。なるほどね、そういうことか。あー、分かった分かった。そして土管に入るみたいな、多分これでいいでしょう。で一回当たって、あら、あれ、え、めっちゃ謎なんだけど、オンオフこれどういうこと。何もしないでよ、こっか一回。あ、右にマリオ現れたね、全然気づかなかった全然気づかなかった。そしてこれは危ない、やられる、危ねえ危ねえ、よくとっさに判断できたと思いませんか今。やったね、中間ポイント、ま、これやっぱそんなに難しいわけじゃないね。うわあいつ現れるのか、あいつ現れるのか、この辺で隠れておけってか、オッケーもうびっくりするんだから、もうほんとびっくりするよねあの子。さあこれはブロックは叩いたらいけないってことね、了解しました。そして今度はこのパウブロックを叩いてブラックパックに倒すね、オッケーオッケー。そして次は土管からバネって書いてるね、もしかしたらこのドアに入る前にバネが出てくるのかな、多分そうっぽいよね。でバネを持っていけってことでしょ、多分それでいいと思うんですよね。今ブラックパックンが邪魔してるけどね、多分あそこにバネが出てくるみたいな、ちょっと試してみるか。あ、やっぱりそうじゃん、これヒント書いてくれてるのが優しいね、めっちゃ優しいじゃん。そして今度これは左に行くしかないから左に行きます。そしてこのまんま下に行って、あー危ねえ危ねえ。そしてこれ下って書いてる、え、下でいいと思う、これ行ってみよっか、一回回転ジャンプで行ってみますね、多分行けると思うんだよな。おおやった、信じてよかった。え、これ全然トロールじゃないね、いや優しいよここ、いやこのステージ優しいね。さあこれはどうしよう、どうしよっか、当たれる当たれる、あ、左のこの針に一回当たってって、うん、こっちに行けってことね。
またお前か。で、この P だよね。この P が出て、よし、すぐ右、オッケー。そして、これは、危ねえ、危ねえ、おお、危ねえ。なんか出てくると思ったんだよな。いやー、綺麗に今ね、バネ避けれたと思わん。これは、これ、上わかんねえよ。今のはわかんない。急に音符ブロックが出るのは反則でしょう。これ一番右、一番右いたら多分大丈夫。オッケーよし、中間ポイントだね。やった、取れた。これ回転ジャンプだね。なんか Z って書いてない？これ。多分これでいけるんですよ。ほらほら。これ以外行き方ないしね。それ以外の行き方どうやって？あーさあ、これすぐ右だね。これすぐ右に行って、このまま、どうしようか。ボム兵で倒すしかないか。で、これ右でしょ。そう簡単には行かしてくれないか。これさ、前も言った通り、罠っぽい方に行ってみよう。今後、罠っぽいところに行ってみます。ね、罠っぽい方に行ってみ、これ左でしょ。これ左で OK で、で、次右。うん、これは右しかないもんね。そして次は、あぶねえ、え、あー、とりあえずこれ左に行ってみようか。こっち行ってみよう。こっち行って、こんな感じ。あ、あ、え、え、あ、なんかドア入れる。こっち当たりじゃない。あ、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 いや、わかんないでしょ。このドアに入ってみます。これがめっちゃ怪しいんだよな。よし、このドアめっちゃ怪しい。はっ、え、なんか良さげ。あー、来た。やったぜ。それじゃあ次はこのコースやっていきたいと思います。今度はですね、トロールコースじゃないんですよ。まあ、どんなコースかって言ったら僕もよくわからないんですけど、まあクリア率はね 1.66% で、まあガリガリがいっぱいあるから、とりあえず、まあ、楽しそうだろうと思ってやっていってます。おそらくこれスピードランって書いてるからスピードランでしょうね。まあ70秒のスピードランか。結構長いね、70秒って。しかも70秒のスピードランってことはさ、あれないでしょ、あれ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 よ、あれあれ。何だったっけ。ちょっと待って、亀ちょっと待って。そうそうそう、中間ポイントよ。中間ポイントは多分ないでしょ、きっと。で、これ蹴っていきます。そしてこれもう一回変えていくでしょ。で、 P、 うわ、これ結構難しいね。難しいってか、よし、あ、これなんかあれだね、バトリオコースっぽいね。で、このままジャンプ、いける、よし。で、このまま渡っていきます。おっと、ここでゴールかと思いきや、バネでまた折り返しか。あ、待って、違う。待って、これ間に合うの、これ間に合う、大丈夫。で、このままジャンプしていく。あー、あー、で、ここは引っかかって、ここはかぶっていくみたいな、多分これでいいと思うんだよね。で、このままジャンプ、いいね。いやー、楽しい。いや、ちょっと待って、おー、怖い怖い怖い。いや、いいよ。うおし、来た。これはゴールではないね。まだそんな甘くないね。次はこれ、どんどんマグマが上がってくるから、それより早く行けってか。ジャンプジャンプ、オッケーオッケーオッケー。いや、来た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 。やっと危ねえ。いや、これはちょっとブレーキしなきゃ無理だな。ジャンプ、来た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 。ちょっと、もう間に合わんっぽい。マジでもう間に合わんっぽい。大丈夫大丈夫大丈夫。これやっぱ中間ポイントないパターンだね。いや、いいよ、楽しい楽しい。難易度的にもね、そんなに難しくはないんですよ、このスピードランっていうのかな。まあ、70秒もあるからね、まあ、500秒もあるスピードランとかね、よく激ムズコースであるけど、これ70秒でさらに、まあ、難易度的にもそんなに難しくないから、うん、全然いけると思うんですよね。先ほども言いましたけど、ここでまた孔明をに引っかかってかぶる、オッケー。で、また引っかかる、引っかかるっていうか当たる。そしてこのまんまリフトを渡っておいて、チャップチャップ。次なんだよね、次が結構難しいんですよね。ここのコースがマジで難しいんだよな。で、チャップチャップ、オッケーオッケー。で、このこの針自体がね、マジで難しいんですよ。いや、来た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 。いや、これで絶対いけると思う、これで絶対いけると思います。で、ここは P を持って、パウか、パウを持って、ここよし、鍵ドア、え、これゴールじゃない？まだまだ、ちょっと待って、あと5秒しかないんだけど。いけるのこれ、あと2秒、ちょっと待って。いや、これでゴールでしょ。来た来た。
うわこれめっちゃ楽しいわ。このコースめっちゃ楽しいからみんなぜひやってみてください。本当におすすめ。50秒で言ってる意味わかんないんだけど。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。